こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回紹介するのはこちら、ポケットモンスターモンコレゲットボリューム4、町外れの発電所ということで、入ってるポケモン電気系のポケモンなんですよね。で、ラインナップの中にピカチュウがいるんですが、ピカチュウはもうダイスはすでに持ってるので、今回は違うポケモンを狙っていきたいと思います。まずは今回食玩なので箱入りなんですよね。で、ここからラインナップも書いてあるので見ていきたいと思います。パッケージもですね、すごい可愛いんですよ。発電所ということもあって全体的に黄色、ノーマルが6種類あります。そしてシークレットが3種類の全部で9種類。いまだに3種類開けてボリューム3まででシークレット当たってないので当てていきたいです。ノーマル6種はピカチュウ、トゲデマル、エレキブル、ピチュウ、エモンガ、コイル、可愛いからという理由でピチュウとエモンガ、あとはシークレットの3種類狙っていきます。QR コードと音声は開封がすべて終わってからしていきたいと思います。箱の後ろ側にもこんな感じでおもちゃの連動、私が持っているマイモンスターボールの音声を確認するのもすごく楽しみです。それでは開けていきたいと思います。いや、結構ね、選んできたんですよ。シークレットが当たるようにということでお菓子売り場で選んできました。では行ってみます。もう何が出るのかな。お、あ、ここにボリューム3、これがガチャガチャのでもうすでにね開けてるんですけど、こっちのシリーズについても書いてありますね。お、すごい。あ、脇にもだ。こっちがボリューム2、火種の洞窟と逆サイドがボリューム1、出会いの草原。今まで全て開けていますが、未だにシークレット入っていなかったということで行ってみましょう。1個目からシークレットが欲しい。ほい。あ、でも欲しかったやつだ、かわいい。ピッチュー、ちょっとねキラキラしてる感じが袋の中からでもわかります。開けてみます。あ、食玩系は切ったりしなくてもシールで貼ってあるので開けられますね。1個目はピチューゲット、めっちゃかわいい。このつぶらな瞳とピンクのほっぺ、たまりません。かわいいですね。では2箱目いってみます。ぜひですね、シークレット出たよっていう方コメント欄でどんな感じだったのか、シークレットというのは色違いなのかどうなのかっていうのも知りたいので、あ、なんか開け方失敗しました、教えてもらえると嬉しいです。あー、ちょっとね、箱は綺麗に開けたかったんですが、あの、いつものちょっと失敗をしてしまいましたね。2つ目、お願い、ピチュー以外でシークレット、はい。あ、でも欲しかったやつだ、エレキブルゲット。エレブルじゃないですよね。よいしょよいしょ、かわいい。はい、2つ目、私はエレキブルをゲットしました。顔がでかい。これなんか比べるとピチューだけなんかキラキラしてるんですけど、これがこれシークレットなのかな、わからないな。ちょっとね、確認を後でしていきます。では最後の箱行ってみます。シークレット、シークレットもしくはエモンガ、はい。よいしょよいしょ、お願い。あ、ピカチュウ。あ、でもこれ持ってるピカチュウと形が違う。うわ、ちょっと比べてみるのも楽しみです。音声の違いもあるのか、聞いてみる時もちょっとね、どっちも聞いて確認してみましょう。ということで3つ目はピカチュウが出ました。音声確認前にすごいものを見つけてしまいました。ピチューの入ってたところの袋にこの商品はシークレットです。やったー、私シークレット出ました。その時に気づけって感じなんですけど、シークレットはこうやって分かりやすくなってるんですね。嬉しい、初シークレットです。他の袋にはこんな感じで、シールないんですが、やっぱりピチューはシークレットでした。詳細は下記ホームページでこれちょっとまた見てみたいと思います。はい、では音声の確認いきます。はい、まずはピチューから音声の確認します。セット、
福井博士なのかサトシなのかも気になります。いきます。元気だな、ピチュー。自分の電気でしびれるのはピチューにとっては電気ショックだろうな。こいつは電気タイプの Z 技スパーキングギガボルトが使えるぜ。お、福井博士だった。え、ピチュー自分の電気ショックでしびれるの？なんて可愛いんでしょう。開けた時はサトシかクク博士かどちらか確認してみます。いけピチュー、ジェット技だ、スパーキングギガボルト。おお、サトシがジェット技使ってる。次はエレキブル、音声の確認してみます。セット。電気タイプ最強とも言われるだけあって、電撃の威力はたまったもんじゃないぜ。おお、クッカイ博士の説明でした。開けてみます。いけエレキブル。おー、普通にサトシが開けてくれましたね。 Z 技とかはしないんですね。最後はピカチュウ、もともと持ってるものと音声も比べてみたいと思います。はい、今回ゲットしたピカチュウです。音声の確認していきます。ピカチュウセット。もう少しだったのに。もう一度チャレンジだ。わあ、ピカチュウ逃がしちゃった。もう一回。がこれです。お、入った時の音声も出た時の音声も違いましたね。ボイスいっぱいモンスターボールについてきたピカチュウとは音声が違うので、気になる方は配布している動画で確認してみてください。はい、まずはピカチュウから。右側がボイスいっぱいモンスターボールでゲットしたピカチュウで、今回ゲットしたピカチュウがこちらの左側です。表情もやっぱり違います。耳もね、折れてたりっていうのも違いますね。脇側同士とか後ろ側は、あ、尻尾が逆、すごい、今びっくりしました。尻尾逆ですね。お、こんな感じの違いなんだ。では今回ゲットした方のピカチュウを詳しく見ていきます。はい、ピカチュウの表情、ニコリ笑っててすごく可愛いですね。ほっぺは赤、上から見るとこんな感じ、尻尾の部分がよくわかりますね。では、ピカチュウの QR コードはこちらです。ピカチュウ電気タイプ 0.4 メートルの6キロ、軽めなんですよね。はい、では次エレキブル、表情がなんかやっぱり強そうですよね。目のところのラインも牙のところの部分とか、あとは足の先、爪の部分もきちんとですね塗られていて、すごい綺麗なんですよね。クオリティがいつも思いますが高いです。正面はこんな感じ、真横に行くとこの腕の部分も凹凸がしっかりしていて、エレキブルのかっこよさがにじみ出ています。で、後ろ側、お尻側がすごい可愛いです。いいですよね、すごい。で、逆サイド、上から見ると黒いの丸いんですね。これ知らなかったです、すごい。はい、ということでエレキブルの QR コードはこちらです。私もまだゲットできてないのでエレキブル探しに行きたいと思います。電気タイプ 1.8m、 大きいですね。え、 138.6kg、重たい。最後はシークレットのピチュー、塗装自体がキラキラしてるんですよね。
表情もすごく可愛いです。横から見るとこんな感じ。顔はねピチュー丸いんですよね。で後ろ側はこうです。尻尾のところの部分もしっかり塗られています。可愛い。はい、逆サイドにっこり笑った表情がすごい素敵です。はい、ピチューの QR コードはこちらです。電気タイプ 0.3m 2kg ピカチュウの進化前ピチュウ。私のピチュウは1匹ゲットしたんですがピカチュウにしてしまったのでピチュウとしても欲しいので3年でもまた今回の QR コードも使ってゲットしに向かいたいと思います。ということで初のシークレットピチュウをゲットできました。はい、ということで今回はポケットモンスターモンコレゲットボリューム4町外れの発電所3泊開封して初めてシークレットも出ました。まだまだモンコレシリーズ発売になるのでまた新しいモンコレゲットが発売された時には開封してサンムーンと連動させて遊んでいきたいと思います。ポケットモンスターサンムーンの動画も見ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!